皆さんこんにちは。トッケビなどの数々のドラマに出演し、今や話題作には欠かせないと言われる女優ユインナ。その実力と美貌で華やかに見える彼女ですが、実は苦労する時期が長かったのだとか。そんなユインナの下積み時代や性格、いじめられていた過去、熱愛説まで徹底的にご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。名前ユインナ、本名ユインナ、生年月日1982年6月5日、身長166センチメートル、体重45キログラム、血液型 B 型、星座双子座、出身地韓国キョンキド城南市、趣味歌を歌うこと、映画鑑賞、事務所 YG エンターテインメント、学歴キョンウォン専門大学秘書学科、家族構成父母姉一人、デビュー作明日に向かってハイキック。今やマルチな才能を開花している彼女ですが、そんな彼女にも苦労した日々があったようです。もともと歌うことが好きで、歌手になることを夢見ていたそうです。そしていくつかの事務所を転々とした後に、現在所属する YG エンターテインメントに出会いました。しかし17歳で入所し、一度はガールズグループでのデビューの話もあったものの、結局10年以上もの間歌手としてデビューする機会は来ませんでした。そして歌手としては芽が出なかったため、20代後半にして女優の道を歩むことにしたユインナ。きっかけというよりは歌手から女優へと転身したんですね。そしてその後2009年、明日に向かってハイキックにてドラマ女優としては遅咲きのデビューを果たしました。2009年以降休むことなくトップ女優への階段を駆け上がっていくユインナ。その後シークレットガーデンやバディバディ、星から来たあなたにも出演。そしてバディバディに出演した2011年には第47回テクサン芸術大賞テレビ部門女子新人演技賞を受賞したんです。その後は女優だけでなくラジオ DJ として賞も受賞、幅広い活躍を見せています。そんなユインナが世間から注目されるきっかけとなったのは、2016年に大ヒットしたトッケビではないでしょうか。自身もこれまでで最も胸が痛んだキャラクターだったというほど、悲しい運命を迎えることになった女性を演じました。彼女の演技に胸を打たれた視聴者も多いのでないでしょうか。その後トッケビでタッグを組んでいたイドンウクと2019年に再度タッグを組み、 W 主演としてタッチユアハートに出演し注目を浴びました。そんな笑顔が素敵なユインナ、いつも明るい色のリップをつけていて雰囲気も明るい印象がありますよね。そんな彼女の実際の性格はどうなのでしょう。ユインナの性格についてドラマ共演者やスタッフは皆口を揃えて愛嬌があると言います。そのため実際に女性が学びたい愛嬌とも言われているそうです。しかしユインナ自身は自分は言葉も多く表現も多いと話し、落ち着いている女性に魅力を感じるんだとか。こういう謙虚な姿勢も世間そしてドラマ関係者から愛される秘訣なのでは。とあるテレビ番組でイソジンとビッグバンの G ドラゴンから結婚したい相手として名前が挙げられたことがあるユインナ。そして女性が真似したい愛嬌と言われるほどですから、きっとモテモテなんでしょう。そんな彼女のこれまでの熱愛説をご紹介します。ユインナの歴代熱愛彼氏1人目、俳優イドンウク、ハーフなのではないかという疑惑があるほど韓国人離れした顔を持つ俳優イドンウク。数々の作品に出演し、その端正な顔立ちから日本にもファンクラブがあるほどの人気俳優さん。そんな彼となぜ噂が出たのかというと、
大ヒットドラマ「トッケビ」で共演したため、ドラマ内であまりにもお似合いだったため、そのまま実際の熱愛説につながることはよくある話。実際にユインナとイドムクも熱愛説に関しては互いに否定しました。主演だったコンユとヒロインのキムゴウンにも熱愛説が出ていたそうで、この熱愛説はトッケビファンの単なる噂のようです。とはいえ、ドラマ内でも実際にお似合いでしたよね。ユインナの歴代熱愛彼氏2人目は俳優チヒョヌ、次のお相手は実力派俳優として活躍されているチヒョヌ。こちらは熱愛説ではなく、実際に公開恋愛していたお相手なんです。2人はイニョン王妃の男で共演し、交際に発展することになりました。ここで注目すべきはその告白方法。なんとドラマ終了記念公開イベントにてチヒョヌが公開告白をしたんです。ユインナはその場では回答せず、自身のラジオ番組で OK の返事をしました。その後たびたび仲睦まじい写真が撮られましたが、チヒョヌが軍隊へ入隊したこと、お互いが多忙であることが理由で破局に至ったそうです。ユインナの意外な交友関係についてご紹介していきます。ユインナの大親友として有名なのが国民的歌手 IU。 2人が大親友と聞いて驚く方も多いのではないでしょうか。なんといってもこの2人は11歳差なんですよね。実際はユインナの方が年上なのですが、2人を見ているとどこかユインナの方が妹に見えてきたり、そんな2人が仲良くなったきっかけはバラエティ番組豪快ガールズで共演したことだそうです。その後2013年に最高だ寸心で姉妹役としても共演しました。以来2人は韓国芸能界でも有名な仲良しコンビです。お互いの撮影現場に差し入れを送り合ったり、お揃いの指輪を SNS に投稿したりしています。恋愛に年の差は関係ないというように、友情にも年の差は関係ないということを2人が証明してくれていますね。いかがでしたでしょうか。ユインナの魅力に気づいていただいたでしょうか。彼女のことをよく知らなかった方はもちろん、結構知っていたよという方にもこれを機に、より一層彼女の虜になっていただけたら幸いです。マルチに活動を広げる今後のユインナの活動に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。